1944年6月15日からの約1ヶ月間、マリアナ諸島サイパン島においてアメリカ軍と日本軍との戦闘が繰り広げられました。日本側の戦死者はおよそ3万人に上ったのに対し、アメリカ側はおよそ3000人、10倍以上の犠牲者を出したサイパン戦はまさに玉砕と言われる激戦でした。あまりの戦闘の激しさに自決を選ぶ日本人も少なくなく、バンザイクリフから多くの民間人が命を絶ったと言われています。当時日本の委任統治領だったサイパン島で生まれ、16歳の時に電話交換手としてサイパン戦を経験した仲間さんに話を聞きました。交換台にちょっと偵察が来て、ちょっとなんかこうその翌日でしたがね、やっぱりその時から始まりましたね。なんか高射砲とかなんか爆弾とか、いろんなものも、ほとんど会社もやられたと思います、その時。あ、そうですか。だから私の先輩たちも多分、いや、めちゃくちゃね、そこやられたと思いますよ。そこ狙ってましたから。はあ、まあ、やっぱりサイパンもすごい凄まじい砲撃があったと思うんですけれども、もうあそこはもう玉砕地、玉砕と言われるほどの大激戦でした、海なんか見るともうほとんど真っ黒で、私これなんだろうと思ってみたら船なんですよね、アメリカ産の船が。海も見えないほどすごい軍艦が、こう あれ見たらとっても気持ち悪かったですね。つどつどこう避難してきますでしょ、あそこはちょっとすすきがあって、ちょっとのっぱらでしたけど、そこの方に家族全員そこに集まっていたんですけど、なんか高射砲ですかね、あれがもうなんかボンボンなんか攻めてここに撃つんで、なんかその時私たちこうやって伏せてたんですよね、そしたら母は私の横に座ってて、そしたら破片か何かここの辺に当たったんでしょうね、母も即死でした。私をかばってくれたのかなと思ったら、もう本当に、私の横でしたから、怯えてましたからね、母はいつも自分は死ぬんじゃないかって、で私たちはそこからもうここはちょっと危ないからと思ってずっと前の方に進んで、先の方へ先の方へと、そしたらそこに大きな壕があったんですね、1000人ぐらい入れる大きな壕でした。そこ見たらもうなんかたくさんの民間人がそこ入ってるんですよ、そしたらそこの方たちがもうここいっぱいだからあんたたちは入れませんよと、いうことで、そんな人を追っ払おうとしてたけど、そばに角の方に兵隊さんが5名ぐらいいました、その兵隊さんがこのお姉ちゃんたちはまではここに入れましょうということで、自分の横に囲ってくれたんですよ。あ、そうですか。とっても優しい兵隊でした。で、民間はみんな中に入って兵隊さんを角に守ってるんですよ。あ、やっぱりね、前の方ででね、壕での生活もつかの間、壕内にアメリカ軍のスパイが潜んでいたことが発覚。仲間さんは安全のために家族でさらに北方へ避難することにしました。しかし父は妻を失った悲しみから生きる気力を失い、仲間さんは当時10歳の弟と父を置いて前に進まなければなりませんでした。うちの父がなかなか動かないんですよ、やっぱり母のことを思い出して、なんかそれがすごく私も分かるんですけど、兄はもう積極的にも前へ前へ進むんだということで、お父さん早く来て来て、まあ危ないから早く来てって言うけど、あんまこんな人やママも全然動かないで。兄と共に避難を続ける仲間さんでしたが、その途中アメリカ軍に見つかり捕虜となってしまったのです。そこで仲間さんはアメリカ軍の意外な一面に出会ったといいます。アメリカさんが若い兵隊でしたけど、この方がこっち来なさい、こっち来なさいって言うんですよね、そしてもう見られたからもう行かなくちゃいけないんじゃないということで、みんなその兵隊をついていったら、広場に行ってお水とかいろいろ飲ませてくれたり、とても親切にしてくれたアメリカさんも。その時初めてなんでアメリカさんって親切じゃないと思って、捕虜になったら殺されるぞと、なっちゃダメだと、それでもうみんなこう死んでいったんだってことをもう言いますけども、
守ってくれましたね。だからやっぱり避難した方が、あんたたちのおじさまおばさまひょっとしたら捕虜になってるかもしれないから、そこ行きなさいっていうふうにとても親切にしてくれました。日本軍が、はい、アメリカではなくてですね、はい、日本軍がこうサイパンの方にひどいことしたとか、そういう話ってのは、そんな話全然聞きませんよ。弟の話聞いたら、10歳の子ですよね弟、あの子当時は、で兵隊さんがですね、3人の兵隊さん、そのうちの弟を引き取って、なんか 何日ぐらいかね、一緒に暮らしていろいろ食べさせてもらったりして、あなたたち の兄さんとお姉さんたちは多分捕虜になってるかもしれないから、あなたもお姉さんたちのところに帰りなさいということで、兵隊さんがおんぶしてですね、夜、道路までそこにおんぶって、そこに置いていたそうですよ、うちの弟は。弟さんを、はい、そして、アメリカ兵が来たら、こう手を挙げなさいということで、それで捕虜になってきていました。そうですか、じゃあ捕虜の収容所の方で会われたんですか。医務室の方で怪我をしていたんですよね、はい、それでなんかいろいろと包帯を巻いたりして、そこでいろいろと世話されたみたいです。そしてそこに看護師さんに知ってる方がいたんで、弟さん来てますよということ で私はもう慌てて、もう弟行ったんですよ弟に、そしたらもう包帯巻いてから私の顔見たらもう安心した顔で青白い顔して見てるんですよね。日本兵が、手榴弾を渡して、手榴弾を渡して、それでこれで死になさいとかですね、はい、住民に一生懸命死ぬように勧めたんだと。敵にこう掴まれて名残になるのは恥ずかしいんで、そういう自決する人もいましたよ、ただそういうふうに日本兵隊さんに強制されてみたいな、そういうのはなかったですね。日本兵が悪いことの限りを尽くしたと、はい、盗みよし、女性を襲いみたいな、そんな話ばっかり出てくるんですよ。そんなことないでしょう、日本兵ってそんなことしませんよ、とても礼儀は正しいし秩序をとても守ってましたよ。今ある意味で沖縄というのはその戦い合った日本とアメリカがですね、はい、ある意味でこれからの世界の平和を守る要としてですね、はい、手を組んでいる本当に象徴的な場所だと思いますけれども、はい、今この日米同盟をですね、はい、これに関してアメリカと日本との中、これが、その強いですね、絆が今結ばれるとしている、はいはい、こういうものはどう思われますか。今はもう中国があんな大国になってしまって大きいですからね、はいはい、でもやっぱりアメリカともそうですね、一緒になってやっぱり国を守っていくのが本当じゃないですかね、私 もうアメリカの仕事もやってきたんで、はい、そんなにアメリカ人も悪い人はいませんしね、はい、何ですかこの島、尖閣諸島、はいはい、あそこの方も気にしてますけど、はい、あそこ取られたらもうダメですよね、沖縄も日本も、はいはい、だからどうしても基地はなくちゃいけないと思いますね、